ジェームス・チャンスは、アメリカ出身のサクソフォン奏者、作曲家、歌手、ピアニスト。ジェームス・ホワイト名義も使用。ティーンエイジ、ジーザスザ・ジャークスや、ジェームス・チャンスザ・コントーションズなどのバンドにおいて、ジャズ風の即興演奏や、パンクロックを組み合わせた演奏を行い、1970年代のノーウェーブにおける主要な人物として知られている。 ウィスコンシン州のミルウォーキー出身。ミシガン州立大学に入学し、その後ウィスコンシン音楽院に進学。しかし中途で退学し、1976年にニューヨークに移り住んだ。チャンスはそこでフリージャズやノーウェーブといった音楽シーンで活動。短い期間、デビッド・マレーの下で学んだ後、チャンスは 即興ジャズやファンクのリズムを混合させた音楽を演奏するバンドザ・コントーションズを結成。そのライブではチャンスは観客席にたびたび降りていき客を散々殴りつけていたとされている。1978年にはノーウェーブのコンピレーションアルバムノーニューヨークにザ・コントーションズのメンバーとして参加した。 ジェームズ・ホワイト 1981SO36 ベルリンチャンスとコントーションズのメンバーの間に生じた摩擦によって1979年にコントーションズは解散コントーションズ名義での唯一のアルバムバイはチャンスが新プロジェクトジェームズ・ホワイトザ・ブラックスを開始した後に発売されたチャンスのステージや共演ミュージシャンについては 愛人でもあったアニア・フィリップスが最終的に決定していた。なお、ジェームズ・ホワイトザ・ブラックス名義でリリースしたアルバムサックスマニアックはフィリップスに検定されている。1983年にチャンスはパリに移住し、ジェームズ・ホワイトをプレゼンツ・ザ・フレーミング・デモニクスをリリース。しかし同じ頃にチャンスのドラッグ問題が持ち上がり、 表舞台から姿を消した。2001年、チャンスは、コントーションズのオリジナルメンバーと同バンドを再結成し、再び活動を始めた。しかしベースのジョージ・スコットが1980年代にオーバードースで死去していたため、エリック・サンコが代わりに加入した。コントーションズの再結成は、期間限定のものであったが、 海外で人気の高い音楽フェスであるオールトゥモローズパーティーズに二度参加。2003年にはタイガースタイルレコーズから CD4 枚組のボックスセットイレジスティブル・インパルスが発売された。またそれに加えて2006年からチャンスはフランスのミュージシャンたちとジェームス・チャンスンレコントルシオンズ名義で 活動、2007年4月から5月にかけてと、同年の10月に、ヨーロッパでライブを行った。ありがとうございます。